おはようございます。本日はですね、厚木の方に散髪に行きたいと思います。まあよろしくお願いします。ナビゲートを務めさせていただきます、はい、藤井です。よろしくお願いします。まあ今日ちょっと暑いですけどね。いや暑いっすわ、厚木で何するんですか？髪切りに行きます。なるほど、はい、あの YouTube で見てる、はい、坂本さんにもちろんアポは取ってませんさすが、はい、ドリアン出てきますかね。ドリアン、あのパッションフルーツね。あ、パッションフルーツ、はいはいはい、楽しみにしてます。ちょっと食べたいんでしょ。はいはい、ということでね、はい、まあ、ちょっと行ってみたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、いいっすね、車めちゃめちゃいいっしょ。めちゃくちゃいい。いや、シゲ乗るの初めてか。いや、僕初めてです。そっか、はい、あ、まあ1個前のカイエンは何度か乗らせていただいたんですけど、はいはい、この車、うん、YouTube では見てましたけど。ああ、なるほどね、はい、それこそめっちゃいいっしょ。めっちゃいいいいよね。ていうかめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。そう、綺麗だよな。中古で3万ぐらい走ってたのかな、2016年のプリウス50。2016年で3万ってなかなか、あんま乗ってなかったね。ああ、なるほど、うん、そうなんですよ。めちゃめちゃ乗りますもんね、兄さん。そう、めっちゃ乗るじゃんカイエンどれぐらい走ったんですか？カイエンは1年で1万キロ以上走ったよ。乗りましたな、うん、1年弱で1年経たずして、ね、だって現場も車で行ってますもんね。そう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 、やっぱさ、現場行く時にめっちゃね、うん、車だと調子いいし、まあ、使うじゃない。現場まで車で行かれてるじゃないですか、うん、はいはい。これだからどこら辺まで行くんですか？地方ロケに行った時に、はいはい、どの辺まで車で行くのかな。ああ、俺のモチベーションがねそうそう、あ、いや、まあ大体新幹線、はいはいはい、はい、まあ、その用意していただいて、そういうところで、うん、地層はどこら辺まで出すんだろうな。いや、でも全然そんな神奈川とか、はいはい、まあ、埼玉とか千葉とか、やっぱまあ関東、はい、関東じゃない、北関東とか、だから栃木とかぐらいまでやってくるとちょっと考えるよね、群馬とか。さすがに。そうなんですね、うん、でもなんかこの間群馬行ってませんでしょ。あ、行ったわ行ってましたね、栃木行ったわ、栃木、宇都宮ロケで。そうですよね。そうだ、だからそのぐらいまで行くかな、200キロぐらい。やりますよね、うん、まあ結構ね、運転するのは苦じゃないかもね。さすがにさ、はい、名古屋とかぐらいの距離感になるとさすがにちょっと腰引けるかなさすがに。まあもしかしたらね、これ対談動画でシゲともしかしたらいろいろ話してるかもしれないですけどね、はい、まあシゲはちょっと今なんと同じ事務所で。そうなんですね。本当に、まあ付き合いはね、もう随分長くなるんだけど、まあ、まあ、そうなんですね、はい、僕の方がまあだから事務所で先輩それめっちゃ言うじゃんまあそれで細かい話なんですけど、はい、チゲは今本名で活動してんじゃん、藤井明人って。そうなんです。そうで、まあ僕がシゲシゲっつって、だから出会った時にシゲ芸名でね、重岡雄一郎っていう。そうですね。そう、まあ結構いじられたりするんだけどね。まあまあまあ、だいぶいじられましたね雄一郎は。ちょっと皆さんがね、混乱するかなと思ってシゲ藤井明人だよ ね、まあ、ねみたいな、はい、でも、うん、ゆうやさんはゆうやさんですよね。そうだね、俺はもうずっと本名だし、うん、下の名前でやっぱ呼ばれることが多い。そうね、やっぱりやっぱりそのちょっとちょっと待ってそれはちょっと今突っ込ましかった何なんですかやっぱりやっぱりそうそうそう、はい、やっぱり、はい、何の話だったっけ名前のね、はいはい、なんて呼ばれるんだっていう。ああ、そう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 、だから後輩は、まあ、やっぱ最初遠藤さんじゃん、遠藤さん遠藤さんっつってね呼んできて、ちょっとやっぱ親しく距離感が、まあそれはねその人のさじ加減かもしれないけど、まあ、ゆうやさん、これ面白くてさ、はいはい、ゆうやさんゆうやさん、これどっちなんていう、はいはいはい、結構ね、確かにね、うん、やっぱりとやっぱりと一緒で、いやそれ全然違うイントネーション問題あるじゃないですか。いやいや、まあ、どっちが正解なんですか？で結構これね、自分的にはよ、はい、その厚木的にはみんなゆうやってゆうや、はいはい、ゆうやだなって俺は思ってたの、はいはいはい、自分の名前はゆうやって呼ばれるもんなんだな、はいはいはい、あーって思ってたの。けどやっぱある日時々いるわけですよ、ゆうやとかいう方もいらっしゃるわけですね。ゆうやさん、ゆうやくん
ゆうやって、はいはいはい、まあ、ゆうや会的には内田ゆうやさんとかね、はいはいはい、いらっしゃって、まあ、そういう多分内田さんとかは多分ゆうやとかってテレビとかで多分言われてたイントネーションがあるから、まあ、そういうちょっと、はい、あ、ゆうやはゆうやなんだなっていう方もまあ多分いらっしゃるんですよ、はいはいはい、だからそういうのは結構あるなっていうのはね、はいはい、名前で言うと、まあめちゃくちゃここカットしますよ。まあ今透明乗ってるんですけどね、混んでますね、やっぱり透明はこの辺はどうしても混みますよね、混みますね、横浜青葉インターから、まあ、てか、うん、青葉から夏休みですわ。あ、今ね夏休みだよ、そうだ、はい、遠藤優也の夏休みの思い出、はい、夏休みの思い出ね、お願いいたします。夏休みの思い出か、はい、いや、まあ小学校とかってさ、はいはいはい、まあ、夏休み長いじゃん、まあ、ほぼ1ヶ月ぐらいあるわけじゃん。そうですね。で俺ね、小学校低学年の時って結構その夏休み入るとおばあちゃん家に泊まりに行ってたの。結構の間2週間とか。ああ結構行くんですね、うん、もう家は近かったんですか。家はまあ厚木からおばあちゃん家南足柄市っていうところで、まあ、大体車で40分とか、うん、ぐらいのまあ距離感なんだけど、はいはい、そうで、やっぱおばあちゃんが作るさ、はい、ご飯もやっぱ美味しいわけ。まあ母親の手料理も美味しいんだけど、おばあちゃんの手料理がまたね、第二のお袋の味みたいな感じで、また違いますもんね。そうそう、まあこの間 YouTube でもちょっと出たんだけど、うちのおじさん、あ、いらっしゃいました。はいはい、まあおじさんがいて、はい、おばあちゃんの息子なわけだから、はいはいはい、まあもちろんお袋の味なわけじゃない、うん、まああの日じゃないんだけど、はい、まあ別日でそれこそ富士スピードウェイにフェラーリの走行会があって、まあ、ちょっと見に行ってたの一緒に。そうそうそう、でまあ、帰ってきて、はい、まあ、大体帰ってきておじさんの家の横に今事務所があるんだけど、はい、まあ、そこでいろいろな話したりすんのよ、帰ってきてね、はいはい、夜飯じゃあ食ってくかみたいになって、どうするってなった時に、もうじゃあばあちゃん家で、はい、飯食い行くかっつって、はい、で行ったんですよ。おじさんがオーダーするわけですよね、もうこれとこれ作っといてみたいな。あ、なるほど、はい、お袋の味をね、はい、手料理を先に先に、でその内容っていうのが煮込み、まあ、うどんっていうか煮込みそばみたいな、細麺のうどんみたいな、それとチキンライスなんですよ。炭水化物うそう、炭水化物、もうがっつり選択肢炭水化物しかないみたいな。なるほどね、そうそうそう、はい、うちのおじさんさ、お酒あんま飲まないから。あ、そうなん、ね、そう、飲みそうじゃん、飲みそうなんだけど、そう、あんま飲まないんですよ。そう、それで、まあ、やっぱりご飯結構ちゃんと食べる人だから。あ、なるほど、っていうのもあんだと思うんだけど、それでまあ食べ行ったんですよ、はい、おじさんも自分で釣り好きだから、はい、自分で釣ったマグロとか持ってったりしてて。わあ、いいっすね。そうそうそう、でめちゃめちゃやっぱり久々に俺も食べてさ、はい、めっちゃ美味しくて、うん、そう、いや、やっぱ美味しいねなんつって、はいはい、でまあ俺東京帰ったんですよ、はいはい、そしたら次の日お腹下したんですよ。でもそれは、はい、多分おばあちゃん家の料理っていうよりかは、多分おじさんが釣ってきたマグロにちょっと当たったかなっていう。炭水化物でなかなか壊さないですね。なかなかね、壊さないじゃないですか。そう、まあ、そんなような、まあ、最近の出来事と絡めるとそういうこともあったんだけど、だ結構俺はおばあちゃん家に暮らしてる瞬間とかもあったから。あ、そうなんだ。そう、10代後半とかの時にね、小さい時に夏休みでもやっぱおばあちゃん家ですごいずっと暮らしてて、まあ、やっぱり厚木より自然多いから、あ、やっぱ厚木よりか田舎だからさ、そうそう、奥っていうか小田原の方面、結構やっぱりね、おばあちゃん家で育ったと言っても過言ではないというかね。その時期はどんな仕事してたんですか。おばあちゃん家に暮らしてた時はテニスの王様だね、ミュージカル、テニミュー。おー、その時がっつりおばあちゃん家だったね。おばあちゃん家から龍馬、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 あの稽古場通ってたよ。あ、そうなんですか。そうで、疲れすぎておばあちゃん家で寝てて金縛りに遭うっていう人生初の座敷わらしを目撃するっていう。いいですね、ちょっと夏だった。そう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 、いい、いい話だね。そう、まさに夏だったのよ、その時。なるほど、龍馬帰りで、龍馬帰りでもう疲れちゃってさ、はい、赤いちゃんちゃんこ来たね。え、そう、めっちゃ覚えてんだけど、当時ね、俺17歳ぐらいの時、そのテニミューのレギュラーのさ、声楽メンバーっつってメインの、まあ、中学校の
まあ、お話がなんだけど、はいはい、その人たちのキャストがテニメって変わんのよ、ぐる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 。ああ、そうですね。そうメインのね、はい、そう人たちが、はい、で一番初代の人たちの卒業公演と2代目そのキャストが新しくなりますよの一発目の公演俺両方やってたんですよ。それ両方俺稽古場行ってて毎日またいで。で龍馬ってまあ一応主人公だから、まあ、一応当時柳幸太郎っていう、まあ、同じ龍馬のね、はいはいはい、今子がいて、はい、その子とダブルで卒業公演、はいはい、初代の人たちの方はやってて、はい、でその新しい2代目の方はまあ俺がやるみたいな感じだったんですよ、はい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 、で両方行き来しててなかなかっすね。そうそれはでまあうちのおばあちゃんち小田原の方なんで、はいはい、そっから東京の、まあ、当時五反田かな五反田と池尻大橋の確か稽古場だったんですよ。でそれも毎日小田急線で行き来してやってたんですよ。めちゃくちゃ疲労困憊で若いけどやっぱ疲れるじゃない。毎日よそれが1ヶ月ぐらいでやってて、でやっぱある日おじいちゃん俺おばあちゃんって川の字で寝てたんですよ、はいはいはい、いつもね、はいはいはい、でその日おばあちゃんがなんか民謡ってさ、まあ、習い事やっぱやってて、でおばあちゃんがいなかったのその日。あ、なるほど。そうで大体いつもさ稽古が終わって帰ってくるのは夜の11時ぐらいなのね。あ、結構遅いんですね。結構遅いのよ。おじいちゃんがいつも駅まで迎えに来てくれてさ、はい、で、まあ、その日おじいちゃんまあ、一緒に帰ってきて風呂入って、まあ、風呂入ってる間にそうこうしてる間におじいちゃんも先寝てるわけで、当時ねチースケっていう猫を飼っててさおばあちゃん家で、いつもチースケはさおばあちゃんの懐で寝てるわけ布団の中でね、はいはいはい、ってことはじいちゃんと俺どっちの布団に来るのかななんてワクワクしながらまあお風呂から出て、まあ、寝たんですよ。でおじいちゃんもいびきかきながらもう寝てるわけですよ。あ、なるほど、はい、まあ、うちのおばあちゃん家って引き戸っていうかさ玄関が引き戸、引き戸 のスライドのさ、はい、まあ、ガラガラガラバターンみたいな、はいはい、まあ、その生活音が耳の中に残ってるわけですよね、はいはいはい、でまあもう寝そうだなっつってなんかもう寝てるか寝てないかぐらいの感じの時にもう夢かどうか分かんないんだけど、はい、なんかねその引き戸の音がした気がしたんですよ。ガラガラガラがバターンみたいな、はい、あれ誰か入ってきたみたいな、鍵閉めたっけみたいな、もう寝てるか寝てないかこんな状態の時にあれ泥棒かなみたいなこれ入ってきたらちょっとえらいことになるぞとかって思いながら、結構しっかりじゃあ聞こえてるんですか、ね、聞こえた感じがしたのね。まあなんかあんま物音もしないし、まあ気のせいか、はいはい、まあまあ寝ようっつって、うん、したら次その寝てる部屋、まあ表がもちろん廊下なんですけど、はいはい、次廊下を歩く音がしたんですよ。あれ来たな、うん、あこれいよいよ泥棒入ってくるなと、これまずいぞと、はい、肝心なチースケはというと僕のなんと左腕の上で寝てるわけですよ。お、うん、なんとね、はいはい、めちゃくちゃ可愛いわけですよこっち来て、はいはい、でなんならチースケも逃したくないとそうですね、うん、可愛いじゃん、うん、いつも来てくれないから、はいはいはい、最悪ねバッて入ってきたら部屋に、はい、ちょっと対処すればいいなみたいな、だからわけわかんない考えをしながらまあ寝てたわけですよ、はいはい、そしたらパッてこう目開けて、はい、ちょっと動こうかなって寝返り、はい、打とうかなと思ったら打てないんですよ。あれっつって体これ動かないぞみたいな、で音的には、はい、おじいちゃんのいびきがすごい聞こえるわけ、おじいちゃん爆睡してるみたいな情報がめっちゃ入ってくるの、はいはいはい、でやばい体動かない、ちょっとチースケも重い、チースケ起こそうとしても、はい、体動かないからチースケも起きないみたいな情報がめっちゃ入ってくるんですよでこれやばいみたいな、で泥棒も入ってきたらどうしようみたいな、はい、うわうわうわっつって、まあ、いわゆる完全に起きてるんですね。そう起きてるのね、でもいわゆるだから金縛りだよねやっぱ。そうですよね、目は動くのこうやって寝てて目はこうやってすごい動くんだけど、はいはい、体が動かないと、はい、でうわっつって足元をね目だけでこうパッて見たのよ、はい、そしたら、はい、もうほんとね80センチから1メーターぐらいの赤いさ着物みたいな、はい、ちゃんちゃんこを着たおかっぱ頭のね子供が俺の足元にいたの。でも体動かないかなんか重い感じ、乗っかってる感じですか、乗っかってる感じでいたのよ、足元にいたの。うわってなるじゃんなります、なんかいるってなるじゃん、はいはいはい、でもうこの辺まで前髪がおかっぱ頭の前髪この辺までかぶってるから目が見えないの。うわ怖っ、それ。そうでもなんか口元はなんとなくちょっとなんかこう微笑んでるような印象かなみたいな、そこまで結構はっきり見えた。まあなんか記憶ではね、うん、でうわ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 っつってやばいやばいっつって、はい、目パッて閉じて、でも次目開けた瞬間にはもう朝だったね。
だからこれ夢か現実か分かんないような感じで、しかも目開けてた時にはその記憶は一旦なくなってるわけ。なるほど、うん、でまあ朝だいたいね、当時7時とか7時半ぐらいに起きて、はいはいはい、おばあちゃんの朝のご飯を食べて準備して稽古場に向かうっていうのがサイクルだったんだけど、でその日、まあ、朝起きたらもうおばあちゃんは朝帰ってきちゃうね。そう、はい、民謡のその泊まりから帰ってきて、はい、朝帰ってきちゃうのよ。まあ朝さ、台所おばあちゃん帰ってきたからおはようっつって、はい、でおばあちゃんがいつもこう朝ごはん作ってくれる後ろ姿を、ま、毎日見てるわけじゃん、はい、でバーっておはようっつって後ろ姿を見た瞬間にそれの記憶がバッて、なんかフラッシュバックっていうか思い出して、そこで思い出すんだ、思い出したのよ。うわ、昨日俺金縛りにあったって、でバーバーバーってそのなんか小さい子供を見た記憶もバーって蘇って、はい、おばあちゃんに説明したの。いや昨日金縛りにあったわ、そういえばみたいな、はい、今思い出したみたいな、はい、子供がいたみたいな。でおばあちゃんもなんかリアクションがすごい薄くて、あそうみたいなちょっとね意味深ですよね、そのリアクション。そう金縛りとかって、まあ、しょっちゅう俺はないから、まあそんなね、うん、あるものじゃないですよね。結構しょっちゅうねある人はあるのかもしれないけど、まあまあそうか、うん、俺はあんまないから、なんかすごいやっぱ経験として印象に残ってる出来事っていうかさ、うん、お家は引っ越されてないんですよね、そのまま。そう、ずっと同じ。今度来る、行きたいですね検証しましょう。検証したいね、じゃあその検証、そう後日あるかもしれないんで、皆さんね、お楽しみに。遠藤優也の怪談話でした。長かったね遠藤優也さんはね、はい、何でしたっけね、あの嵐の VS 嵐、 VS 嵐番宣でね、うん、あのまあ、それをちょっとね一緒に昔ね、はい、家で 見させていただいた時があったんですけど、見たっけ、はいはい、ね、見たんですけど、うん、まあね話が長いんですよまあ話が下手だよ、ね、なんかね向井治さんとかまあ本当そうそうとあるメンバーの中で遠藤優也すげえなって、しかも、はいはいはい、すげえなって、お茶の間のもうね、そうですね、うん、まあ、あんまりこう、まあ、皆さんのイメージがどういうイメージがあるかわかんないんですが、うん、まあ、僕の中でもやっぱこう、うん、なんていうんですか、俳優スイッチを入った時は、はい、やっぱこう寡黙な、うん、遠藤優也っていうスタイルが、まあ、僕の中ではこうあるとあるんですね、結構先輩って、はい、思ってたんですよ。いいですよ、思ってた、ほう、思ってたんですよ、はいはい。そしたらですね、うん、あの、うん、嵐の、はい、ちょっと誰かがちょっと忘れちゃったんですけど、うん、メンバーの方が、遠藤くん何とか話をちょっと振ってくださったんですね、ありがたい。まあなんかちょっとした話をするのかなと思ったら、うん、めちゃめちゃ長い取り留めのない話はね、だいぶこれでもあの編集されてんだなみたいなね、ちょっと隣見たら、はい、な話投げんだよ向井さんがねそうまあ愛情でね、いじってくれ。あの向井さんとはさ、のだめカンタビレっていうドラマで 初めて共演させていただいたんですよ。なるほど、はい、ほんとそれ以来ぐらいの、まあ、その間に1本やって、はいはい、まあ、かなり久々の共演だったんですね、はいはい、向井さんとは、はいはい、そうで、やっぱそののだめの時もさ、すごいポンコツの役だし、まあ、実際俺もポンコツだしそうプライベートね、そうだからなんかそういうやっぱイメージも向井さん的にはやっぱあって、すごいそういうやっぱね、そう接し方をしてくださって、はいはい、めちゃくちゃありがたかったんですけどね。めっちゃ汗かいてましたもんね。いやめっちゃ汗かくじゃんやっぱりすぐ汗かくから。いやね、本当だから、その本当やっぱこう後輩として、はい、なんか高いなと思った瞬間だったんですけどね面白かったのは、嵐さんも俺が話してる時にちょっと大丈夫か大丈夫かみたいな空気もあったし、かまいたちさん、はいはいはい、芸人のね、ね、いらっしゃったんですよ、はいはい、もうなんかもうすごいやっぱり、あ、これは結構爆弾案件かみたいな感じで空気出してくるみたいな、はいはいはい、まあいい俳優だしと思って素人だし思い切っていこうみたいな、まあ、そんな記憶がありましたね。やっぱ緊張するんですか、バラエティは。するでしょう、めっちゃするよ。まあ芝居もねもちろんするけど、また違う緊張はよね。なんですか、 YouTube の、はいはい、最近自分で編集されてるっていうのを。そうなんですよ、ね、なんか聞いて。結構さ、それこそ足立、はいはいはい、まあ、おさむとも撮ってたりしたじゃん、うん、でおさむも編集覚えて やってくれたりしたんだけど、
そうそうそう、今ちょっとあいつも忙しかったりするとさ、うん、まあ、YouTube 撮れなかったりするじゃない、まあまあまあ俳優業もあるし、ね、そうそうあるから、はい、だからそういう時にやっぱ俺も編集できないと自分で、はいはい、ちょっとこれこの先困るぞと、あ自分でちょっと覚えて、そうそうそう、 YouTube の運営していく上でね、はいはいはい、それ大変じゃないですかやっぱ、うん、自分でもある程度ちょっとできないとなって、うん、ちょっと体験して、うん、はいはい、あ動画を、で怖いながら生意気ながら、はい、と思ったこと言わせていただくと、はいはい、あのね、うん、普段の話の説明も、はいはいはい、あまあまあ長えな。いや本当ごめんなさい。いやこれね思ったりするんですけど、はいはい、どういうやっていう人は、うん、本当にこうなんていうんですかね、人に対して誠実と言いますか、だからもう真面目と言いますか、こうちゃんとこう伝えたいんですよね。そうなんですよ、ちゃんと伝えたくなっちゃうのよね、この今俺が思ってることというものをちゃんと伝えたい人なんで、はい、細かくね、それがね、うん、全部ね、うん、編集にね、うん、全部出てんのよ。もうね出ちゃった、うん、車のやつ、あのスーパー GT ね、富士に、ね、はい、ここ最近の動画ですよ、うん、あれもご自分でやられてて、いやもうほんと頑張って編集したんですよあれも、ね、1日かけて頑張ってやられてるじゃないですか、はいはいはい、文字が長え。何なんすかあの画面いっぱいのやつ、あースーパー GT についての説明とかね、エンドリアの会議室チャンネルをご覧の方はめちゃくちゃいると思います、はい、やっぱさだって見てない人から見たらちょっとこれ説明入れないと、はいはい、スーパー GT 何のこっちゃってなるかもしれないじゃん。そんないらないんすよ。あそういらない。いらないか、あそうか、説明はめちゃくちゃありがたいんですよ。僕も無知なんでめちゃくちゃありがたいんですけど、そうそう、あの画面いっぱいの文字やめて。どこ見たらええの。もう読んでくれと思ってさ。いやそうごめんなさい、あれはね、ほんとね、ああそう笑いましたわ、あじゃあちょっと気をつけるわ、ね、あれそれはもうちょっと受け狙いとかじゃなくて天然でやってたわ。そうなのよ。兄さんこれ天然でやってるからおもろくてっていう、まあちょっとまあ、気づきがあった、気づきが、皆さんも思われてる方が多分いると思うので、はい、コメント欄にね書いてください、ぜひあのコメント欄まで、あのゆうやくんこうした方がいいやいいやってねアドバイスいただけると、ありがたいです、嬉しいですね、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、着きましたよ、お着きました、このさ半ぐらいかかったかな、このアットっていうね商業の複合施設があるんですよ、ここね思い出の場所なんですよ、おーなるほど、そう本当もう中学生高校生、まあ、青春時代をね主にここで過ごしましたね。でもこっから本当目と鼻の先なんで坂本さんもう着きます。もう本当あと2分とか。坂本で髪を切ってみた動画は次回ですかね。はい、次回ですかね。じゃあ、 次回もぜひ見てください、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。32分撮ってますわ。こんな回すんだって。いやこれ1本で言えばもうこのドライブ動画だわ。